はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、累計数百アカウントを運用して判明したインスタマーケで顧客を獲得するためのプロフィール作成の極意というテーマでお届けしていきます。今回の動画を最後に見ていただくことで、まあ、これから SNS を使ってとかインスタグラムでね、集客をしていきたい、見込み客を集めていきたい、売上を上げていきたいってなった時にですね、どういう風なですね、まあ、そもそもプロフィール初期設定の部分ですねを構築していくことができればちゃんとですね、集客できるアカウントに育っていくのかっていうね、すごい重要な話を今回していきますので、ぜひぜひ最後までね、今回の動画必ず見ていただきたい、嬉しいなというふうに思います。それではね、やっていきましょう。まずですね、うちのね、弊社 SYK の、まあ、実績ってところなんですけども、うちはですね、実際まあマーケティング会社ではあるんですけども、インスタグラムだけでもですね、合計数百アカウント以上の運用実績というのがあります。まあ、それこそですね、うちは累計80業種以上のですね、様々な業種のアカウントっていうのを累計数百アカウント運用してきた実績があるので、まあ、その中でもちろんまあアパレルであったりとかですね、まあ、店舗系のアカウントであったりとか、まあ、パーソナルだったりとか、コーチコンサル系のアカウントとか、いろんなアカウントね、で運用してきた中でもですね、やっぱり重要になってくるのが、もうこれからの時代っていうのは下に書いてありますけども、インスタ映えは古いということなんですね。で、まあもちろん例えばインスタ映えをして写真をして集客しようっていうのもね、一昔前そういうブームもありましたけども、そもそもインスタ映えをしてですね、じゃあ集客できるのかってなった時に、今の時代っていうのはまあもちろん芸能人とかすごい映えをしてアップしてる人ってやっぱりいっぱい増えてきた中で、映えっていうのはですね、まあ確かにすごいんだけども、そこまでですね、差別化を図れるかっていうと、もう差別化できるぐらいのものではなくなってきて、もうみんな映えをしちゃってるという状態ですよね。で、それよりはですね、逆にもインスタ映えはしない方が実は集客できるよって話で、みんな映えしてるからね。まあ、例えば全校生徒が100人いる中の朝礼の中で、一人だけね、みんな黒髪で、もう学ランをピシッと上までね、締めている、子たちが99人いる中で、一人だけ、金髪にしてですね、学ランを全部開けている不良の男の子がいたら、まあ、目立ちますよって話なんですよね。だからみんな映えしてる中で自分も映えしちゃったら、まあ、目立てないよって話になりますので、じゃそうなった時に、しかも映えをするってなると、実際自分自身だったりとか、スタッフにアカウント任せたとしてもですね、やっぱ再現性がやっぱ低かったりするわけですよね。まあ、もちろん全員が全員ですね、まあ、海外旅行に行ってたりとか、すごいですね、映えるような写真を持っているっていうのであれば別ですけども、まあ、そこまでしたところでですね、じゃあ映えに反応してくるお客さんっていうのは、その写真、例えば海外旅行の写真に反応してくる人っていうのは、旅行に興味があるお客さんであって、あなたのビジネスに興味があるお客さんかといったら、また別の話になってしまいますので、まあ、映えは不要ですと。でね、じゃあこの映えはいらないっていうことなんですけど、どういう風なアカウントを作っていけばいいのかってことで、まあ、実際インスタ映えをしない、いわゆる簡単な画像にシンプルな文字を入れることで、まあ、投稿を作っていく。それによって、まあ、集客をしていくっていうやり方っていうのは、まあ、うちの弊社 SYK がですね、一番最初に提唱したこのインスタ映えをしないインスタ集客を、うちからですね、一気にこの広まったやり方ではあるんですけども、この映えは不要というやり方は今も健在で、まあ、例えばね、これうちが運用してるアカウントとか、うちの元クライアントのアカウントなんですけども、まあ、例えばペット系のアカウントとかで言うと、大体ま、半年ぐらいで9000フォロワー達成したアカウントなんですけど、まあ、本当にシンプルな、スマホで撮った猫ちゃんのお写真に、まあ、文字を入れてるわけですよね。まあ、こういう、まあ、文字入れを使ったりとか、まあ、これ本当1日5分で終わりますね。まあ、あとは結構コーチング系のま、アカウントとかで言うと、まあこういうですね。まあ普段のプライベートとかご家族との写真にまあ文字を入れたりとかテロップを入れたりとかっていう形ですね。であったりとか、あとはまあ、この方はまあ占い系のね、アカウントをされていらっしゃる方なんですけど、このアカウントで月商400万円達成してますね。まあ一級建築士をされていて、まあ風水陣もね、されているまあコンサルタントの方なんですけど、このアカウントを引き金として、実際にですね、テレビ出演も果たされてます。まあこのインスタがきっかけで TBS のオファーが繋がったりとか、まああとはそこからの受注っていうところで月商で400万と。で、別にめちゃめちゃじゃあおしゃれなデザインが姿勢が必要かであったりとか、すごいですね。プロ並みのウェブデザイナー並みのセンスが必要かといったら、まあそうではないと。もう本当に簡単な無地背景のシンプルな画像にこういう文字を入れてあげるっていう、まあこういうやり方でもありなわけですね。まあこういうやり方を基本的に主に皆さんもやっていくことで、まあ集客につなげていくというところなので、難しい写真だったりとか、映えをするとか、そういったデザインのスキルとかセンスっていうのはもう不問で、簡単な画像に文字を入れることで実際集客できますよっていうのが、このインスタグラム集客の非常に魅力的なポイントなので、まず今ね、小さな会社さんで、まあこれから年商で1億、2億、3億を目指していきたいという方であったりとか、事業主の方でね、まあ、今はまだ年商です。1000万以下だったりとか数千万レベルだけど、そこからさらに売り上げを上げていきたいとか、特に利益を残していきたいという場合は、このインスタグラムを使ったマーケティングで、コストをかけずにね、無料で集客をして、そしてから売り上げが上がればですね、これ利益率 90% のわけなんですよね。なので、広告だけに頼りすぎずに、しっかりとこのインスタとか日々の SNS、自社メディアで集客をして売り上げを上げていく。これをね、作っていくためにやっぱり重要なのが、インスタグラムのプロフィールなんですね。でね、まあ、このインスタここはマーケで、ここは抑えていこうということの話あります。
ますけども、プロフィール設定今回2つのポイントっていうのをね、お届けしていきますので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。で、まず2つ目、まず1個目がアイコンです、アイコン。で、2つ目がですね、プロフィール文ですね。で、まずアイコンから見ていきますけども、インスタグラムっていうのはですね、まあ、まず基本的にアイコンがすごい重要であるということで、まあ、例えば皆さんメラビアンの法則って聞いたことあります？まあ、これはですね、当たり前ですけども、人っていうのは見た目が9割っていう本も出てるぐらいですね、人っていうのはもう外見で全て判断します。なぜかっていうと、外見以外で判断要素がないからなんですよね。まあ、これは例えば、初めましてで会った時とかもそうだと思うし、商談の時とか接待の時とかもそうですよね。で、もちろんこのメラビアンの法則、まあ、もっと細かく言うと、人間っていうのは、約ですね、55% の情報っていうのを全て視覚情報で判断する。で、残りの 38% は、聴覚情報ですね、聴覚情報。そして残りの 7% だけで言語情報で判断すると、まあ、言ってしまえばもう見た目がほぼ全てを決めてしまうと言っても過言ではない。なので例えばインスタグラムの場合とかで言うと、まあ、実際これね、僕のアカウントをここに載せてあるんですけども、まあ、私のアカウントもいろいろ使って、まあ、今テスト的に運用して4ヶ月ぐらいで、まあ、8800フォロワーまで増えてるアカウントなんですけども、まあ、このアカウントとかでもですね、まあ、実際に参考にしてもらえばいいかなと。で、まあ、やっぱ顔がはっきり見えるって非常に重要なんですよね。まあ、今会社でやってるよっていう場合で顔出しができませんっていう場合とかだったら、まあ基本的にロゴ、アイコンはロゴっていうんでも OK だと思いますね。まあ、そういう方でもうちのクライアントで顔出しせずにですね、顔出しせず文字だけで倍不要で、まあ、実際に7万フォロワーという達成されて、そこから月商で30万を販売してるね、まあ、ダイエット系のアカウント構築されてる方とかもうちのクライアントいるんですけども、まあ、顔出しなくてもいけます。ただ、できるだけ出した方がもちろん信頼作りやすいので、まあ、出せるんだったら出しましょうってとこで、まあ、実際社長の自分自身がね、表に立って、ブランディングをしていくっていうなった時には、やっぱり自分の顔がはっきりと見えるっていうのが、まあ、1個ポイントになります。で、2つ目としてはですね、まあ、顔もしくはですね、自分の全体の風格がしっかりと見えるような写真、まあ、私の場合はね、まあ、逆に言うとまあ顔も見えるようにはなってるんですけど、どっちかというとまあ体全体がね、まあ、映るようにしてあります。まあ、こういう写真でもまあ一応ありっちゃありですね。なので顔がはっきりと見える写真、もしくはまあ自分の風貌が上半身がしっかりと映っているような写真を使っていくべきということですね。で、2つ目がやっぱり明るいっていうのがすごい重要になってきます。やっぱりですね、どうしても暗い画像とか背景が暗っぽいとかですね、黒い鏡で黒い服を着た写真っていうのはやっぱり際立ちにくいので、まあ、背景が黒い場合はね、白いTシャツを着るとかっていう形でちゃんとですね、本人がくっきり見えるっていうのがすごいポイントですね、本質は。そして素人感のないプロっぽい写真を使えっていうことが重要で、これに関してはですね、当たり前ですけども、やっぱり SNS でこう伸びない SNS のですね、一番よく見られる共通点っていうのが、もう素人っぽいんですよね。素人っぽいアカウントを使っていてはですね、やっぱりフォロワーって増えないです。なぜかというと、お客さんってプロから情報収集したいという思いきものですので、まあ、私の場合とかも実際ね、カメラマン人、実際一眼レフとかで撮ってもらった写真を使ったりもしてますけども、こういう風にですね、まあ、僕の場合だったら、まあ、一応会社としてのね、こういうロゴン入った T シャツが持ってるんで、こういうのを着て、まあ、写真を撮るとか、まあ、別に皆さんはね、ここまでしなくても、例えば、まあ、コンサルタントの方とかであれば、まあ、ジャケットを着た写真だったりとか、まあ、ちゃんとね、オーダーシャツを着た写真とかでもいいし、まあ、お料理教室をしてる人とかだったら、まあ、紙のエプロンをした写真とかですね、っていうような形の写真を使っていても非常です。まあ、あくまでもね、じゃあコンサルタントしてる人がタンクトップに短パンで写真撮ってたら、まあ、おかしいですよねって話になります。もう本当にね、素人感が出てしまいますので、このプロフィールからしっかりとプロっぽい感じを出していくというのはすごい重要ですね。で、なった時にもう撮影はね、もう一言で言えばもうプロに外注です。これも今とかでもここならランサーズとかでも普通に5000円とかでですね、1枚写真撮ってくれる人が見つかるんで、まあ、写真家の人に任せるっていうのがまあ一番重要かなというふうに思います。まあ、ここはね、ケチらない方がいいですね。まあ、もしくはもともとね、しっかりと使えるようなアイコンの写真を持っているっていうのであれば、それを使っていただくても一つ重要かなと思います。で、二つ目はですね、こうプロフィール写真で、これがめちゃめちゃ重要で、お客さんっていうのは基本的に覚えておいてほしいんですが、アイコン見てプロフィール見て0コマ何秒でこのアカウントはありかなしかというのを決めてしまう生き物なのですね。例えば、で、この中でですね、プロフィール文ではどういう内容を盛り込めばいいのかという話になるんですけども、まあ、ここに書いてあります、憧れかける牽制です。憧れかける牽制であったりとか、もしくはですね、学びかける牽制、もしくは著名人かけるホニャララって書いてあるんですけど、基本的にですね、お客さんに刺さる、注目されるプロフィール文っていうのは3つのパターンしかないんですよ。憧れを見せるかける牽制。牽制ってのはこの人すげえと思ってもらうことですね。まあ、例えば、牽制っていう例で言うと、例えば、お医者さんとか咲いてる例で、まあ、医者ってだけで牽制出るんですよね。だからお医者さんがこの薬飲んでくださいに言ったらみんな言うこと聞くじゃないですか。あれはもうお医者さんは偉いっていう牽制が刷り込まれてるからなんですね。でもそれが本当に正しいことを言っていて、医療と薬の知識があったとしてもすごいね、ひげがボーボーでもうタンクトップを着てですね、もう胸毛ボーボーのおっちゃんがですね、君は風邪をひいてるようじゃからこの薬飲むといいよって言われてもですね、いや誰もあんた話聞きたくないわってなるわけですね。でもそれがちゃんと
ね、白衣を着て、医師免許を持ったお医者さんがこの薬いいですよって言ったら、まあそれは、いいってことになるわけですよ。これがやっぱ権威性能力なんで、人っていうのはこの人がすごいとか、ちゃんと権威が証明されて人の話を聞きたいと思うんですね。だからこそ、自分はすごいよっていうのは、これは自慢ではなくて、自分の実績ですよね。今まで累計何人の人を指導してきたのかとか、どれぐらいの人をカウンセリングしてきたのか、今カウンセラーとかヒーラーをされてくださったらそうですよね。コンサルティングしてきたのかとかもそうだし、うちの場合だったら今までどれだけのアカウントを運用してきて、どれだけの人の結果を出させてきたのかとか、うちの会社どれだけの期間でどれだけの売り上げを実際達成しているのかとかもそうですけども、これ権威性をやっぱり見せていくっていうのはすごい重要になります。でこれプラス憧れを見せるということですね。まあ、例えば憧れを見せる業種で言うとですね、まあ、結構自由なライフスタイルを見せていくっていうので人もいれば、まあ、中にはね、学びっていうコンセプト、これ結局コンセプトの話で、憧れを軸に持っていく人っていうのはこれは結構インフルエンサータイプなんですね。なので1個目のこれっていうのは、例えばもう本当に芸能人とか女優とかモデルで、これだけ活躍してます、こういう雑誌にも出てますとか、こういうアンアンとかにも出てますとか、テレビでもこういうメディアに出てますってね、で、いう権威性を見せながら、で、自分はですね、まあ、こういう自由なライフスタイルを送っていてとかね、今日はテレビの取材でみたいな、そういう憧れを見せる、こういうのはやっぱインフルエンサーとか芸能人とかのやるやり方なんですよね。まあ、ちょっとそこまで有名ではないけど、まあ、インフルエンサーみたいな。で2つ目がですね、学びと権威性、まあ、これが僕らのパターンなんですよ。で僕らの場合っていうのは、例えば、まあ、皆さんもそうですけど、いわゆる教育事業ですよね。僕らはコンサルティング会社ですので教育事業です。お客さん、クライアントのためになる情報を日々発信していくことによって、見込みの額のお客様に一人でも多くリーチをしていく、そして最終的に弊社の商品をご契約いただくとか、皆さん場合だったらそこから商品買ってもらうとか、まあ、店舗の場合だったら来店してもらうとか、まあ、EC コマース物販してる人だったら自社商品買ってもらうとか、洋服を買ってもらう、アパレル買ってもらうと、まあ、いう流れになりますので、基本的に皆さんの場合もですね、学びかける牽制でお役立ち情報をしっかりと発信していくことが重要なので、僕の場合のプロフィール文ではこのインスタグラムをフォローすることでどういうメリットが手に入るのかっていうのをしっかりと書いてるわけですよね。年商1億から3億達成するために SNS 集客のノウハウというのを日々発信してますとか、まあ、そういうビジネス系のマインドっていうのを僕の場合は発信していますよっていうアカウントっていうのが一目見て分かるっていうのはすごい重要ですね。で僕の場合はこういう風にしてありますと。で、逆にですね、この中でまあ皆さんも、教育事業とかコーチコンサルセラピストとか、まあ、教室業されてる方とかですね、まあ、コンテンツ販売されてる方とか、まあ、ダイエット系とか英語とかそういう学習系もそういう、そういうのは全て学びですに対してですね、逆にアパレルとかですね、まあ、物販をしていきたいよっていう場合とかであれば、アパレルっていうのはあまりちょっと学び的に要素っていうのがあまりないので、どっちかっていうと憧れを見せていくっていう権威性になりますね。なので、例えばうちの会社の商品、こういうね、自社サイト EC コマースのアカウントがありますと。でこういうアカウントではですね、今これだけのですね、人々に愛用されてきてとかで、実際にですね、このアカウントっていうのをですね、使うことによって、まあ、どういう風なですね、まあ、洋服、こう着ていただくことでなれるのかっていうんで、実際モデルの人を起用して、そこで服を着てもらった写真とかを見せていくことで、そのものを自分を身につけることとして、そういった憧れですよね。そのピアス自分も身につけたいとか、その洋服自分も着たいという憧れを見せていくような発信とか、そういったプロフィール文というのがすごい重要になってくるかなというふうに思いますね。なので例えば今だったらこの冬のシーズンにとっても似合うとかですね、まあ、モード系ファッションとかいろいろあると思うんですけども、まあ、その時々に合わせたそのプロフィール文っていうのはやっぱ変えていくっていう必要が、まあ、物販の EC コマースの場合はあるかなというふうに思います。まあ、うちのクライアントとかでも、ね、実際物販とかで、まあ、インスタグラムを使って、まあ、ある手法で3日間をね、インスタグラム投稿ローンチを使って、まあ、実際にですね、20万以上の売り上げを上げた方が結構いたりするんですけども、まずはこういったところのね、セットアップっていうのはすごい重要になります。で、3つ目はですね、こう有名人かける〇〇で、これは皆さんにはあんま当てはまらないんですけど、まあ、芸能人がやるやり方ですよね。まあ、もともと例えばもう芸能界でテレビに出てる有名な俳優さんとかであれば、まあ、著名人っていう、もう権威性がすでにありますので、その人が別にファッション系のですね、まあ、趣味でね、ファッション系のアカウントを作ったとしてもうまくいくし、別にですね、今日カフェ行ってきましたとか、今日ラーメン食べてきましたとか、そういう発信しても何やっても伸びるんですよ。それはもう芸能人だから、彼らだからっていう話ですね。まあ、YouTuber の人でもやっぱ有名な人いるじゃないですか、ヒカエルさんとかラファエルさんとか、まあ、いろんな方がいますけど、ああいう人たちが何やっても伸びるのはもう元々の権威性というか、もう著名人であるっていうブランディングと認知があるから、彼らが何やってもうまくいくっていうことなんですね。で、それを僕らがじゃあ全くのゼロで知名度もない状態からラーメン食べてみましたとかやってもまあ伸びないので、まあ、基本的にはまあ学びにコンセプトを絞っていく、もしくは物販系の人であればこの憧れっていう路線にですね、ターゲットを絞ってやっていくっていうのが非常に重要かなというふうに思います。ということで、まあ、基本的にですね、まずアイコンとこのプロフィール文、ここをしっかりと、構築していく。そしてポイントはですね、このプロフィール文をパッと見て、この人は何をしている人なのか、このアカウントをフォローすることでどんな内容を手に入るのか、どんなメリットが自分にあるのかっていうのをパッとお客さんに分かるように、まあ、提示してあげるというのが非常に重要になりますということですね。なので今回はね、ぜひこの2つのポイントを押さえた上でですね、
まあ、インスタグラムマーケティングね、これからぜひ、構築していってね、いただければ嬉しいなというふうに思います。今回の動画少しのね、勉強になったよという方はぜひね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。またね、下の概要欄からぜひね、私と LINE でお友達になっていただくとですね、まあ、実際に年商で1億円から3億以上をですね、目指していくための、この SNS マーケティングですね、この仕組み化のですね、集客動画講義というのをお届けをしておりますので、まあ、ぜひこちらもね、チェックしていただきたら嬉しいなというふうに思います。それではね、また次回の動画で、お会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。